前科3番893番懲役太郎です。本日の話は暴力団反社会ヤクザの人たちのいいところをいくつか言ってみるという日かななんだそれって思うかもしれませんが、散々私は今まで反社会ヤクザっていうのはもうオワコンだと、もう壊滅に向かって走っている、今後このように続いていくことはないだろうと言ってはおりますが、ゼロになることはないと思います。やはり社会からはみ出たもの、法を犯したもの、そして刑務所に行ったりした人間の最終の戻るところ、結局今のところだと刑務所から出て仕事も決まってない満期で出された人間で、親兄弟親戚がなかったら戻るとこがないんですよね。痛いって言ったって満期日が来ればもう無理やり出されちゃうんで、その状態でお金もなければどこに行きます？迎えに来てくれた仲間がいれば行くしかないですもんね。でもそうなってしまうのが現状で、まあそんな中でもそういった組織が維持し成り立つ一つの要因要素ってなんだろうなっていうふうに思った時、私は思い出してみたんです。茶場にいた時のことを思い起こしてみると、何があったかっていうと、まあ1月から行きましょうね。1月の前段階で、12月の時にお正月に向けて餅つきをしたり、家庭でやったことないそういう日本の伝統行事、餅ついた、ついた餅を食べれたっていうのは嬉しかったですよね。単純にそれを親のとこ持ってってやれみたいな話はありましたね。で、きちんとした年越しそばを作って食べた、それから除夜の鐘初詣っていうこと、ここ非常に大事なんですね。893の世界の中でも元旦 1,2,3 年末からで非常に大事な行事ごとです。で、1月っていうのは新年の挨拶だとか、そういったことはもうきちんと、もう初めてですわ、紋付き袴、それを私たちは着れないですよ。自分たちの組長が着れるとこ、その紋付き袴のグレードもあるもんですから、それをが着れる組長までがあるもんですから、やっぱりそれを見てたっていうのもあります。本当のお正月のお供え、あ、こうやってなんか手でなんか作っ、ちゃんと作るんですよ。ついた餅、きちんとした裏地色、それから昆布、それからそれに意味があるんですよね。ちゃんと代々まで乗せるっていう、で、書き上げで書いてもらうわけなんです。きちんと。昔はですね、組に一人や二人本当に書ける方がいたんですけど、それができなくなって書道家の、地域の書道の先生にお願いしたり、名刺も本当に手で書いてたんですよ。名刺を。名刺って皆さん印刷だと思ってますでしょ。あれは本来手書きで書くもんですからね。それを書道の人にきちんとした大紋で型押ししたものの和紙を持って行って一枚一枚書いてもらったっていうところからなんですよ。で、まあ3月になって組の組長のお嬢さんだったりお孫さんに女の子がいればきちんとしたお雛祭りをします。ちゃんとした7段飾りのものをいただいたものを並べてですね、それをおひな祭りの時のちゃんと料理とかお団子とかなんかあられみたいなのもちゃんとしたところに買いに行かされてちゃんとやりました。それから男の子がいれば5月の端午の節句ですよね。そういったものも柏餅、それからそういうやつも全部行事ごとは全部やっていくんですよ。7月からお中元の時期になる、これが大変なんですよ。どこにどれだけちゃんとどれだけ配るかっていうことをしないといけないんで、いただいたらちゃんと礼電話をするわけです。手前親分になり変わりましてっていうところから文言が入って、何々の組長には大変結構なものをいただきまして誠にありがとうございますっていう口上を電話で、本来は持って行って持ってか、行くんですけど、私の時でもさすがにもう宅配だったり、いや持って行ったな、持って行きました、それを言わないといけないですよね。行った組で、私はまだその時運転手だったり持ってく係なんで、上の人たちが行って何々組の何々と申しますっていうような形でちゃんと、まあ私なんかだと電話なんで、今言ったような文言で礼電、お礼の電話をするわけです。でもこれって普通どこの会社や家庭でも言えなきゃダメですよね。例えば懲役の親父がいるなら、懲役組懲役太郎と申します、手前親分になり変わりまして誠に結構なものを頂戴いたしました、くれぐれも何々の組長によろしくお伝え願いますっていうような、これ一番短略なんですよ。短略なんで、そのようなことを言って電話して、先方も
はい、わかりましたという形で当たり前の文言やり取りを実に丁寧に、これ100件やったら100件やるんですよ。それと書状もついてくるわけです。お中元のこれはもう最初は巻き紙だったのが折ったものに書状お見舞い申し上げますっていう風に書いて、ちゃんと何々組何々成果っていうようなものをする。で、8月だと、まあ、最近できませんけどね、海水浴、旅行、結構大事な行事で、やはりそれができるのが組のなんか一つの一大イベント的なものだったような気がしますね。だって観光バスとかで貸し切りで行きましたもん。当時なんてちゃんとした観光バス会社に借りて、何々組ご一同様ってなってましたよ。で、そこに、じゃあ組長親分が乗るかって、親分は違います。別の車で行くんですよ。私たち下々がバスに乗って2台とか3台つられていって、親分はもう別で行ってますからね。一緒に乗ってきゃしないですよ。そんな感じですよね。で、もう夏が終わって、秋。まあ、そういうところで、絶対に仙台組長の法要とかそういうのが入りますから、必ずそういう葬儀法要、何周期っていうのはもう絶対大事なんで、ありますね、それが。で、毎月の墓参りです。毎月、命日と月命日、仙台のお墓参りは本当にこれは大変、そうそう、肝心なことです。これは本当にちゃんとやります。ね、本家があれば仏壇の掃除、お線香だとか、お水の変えるのはちゃんとやります。それと神棚、毎日水と榊は変えます。もう神棚の手入れ、やったことないですよね、皆さん。そんなこと。日本人なのに。で、神社のこともしながら、お仏壇、それから月命日、お墓参りも欠かさず、本当にお墓掃除は大変なんで、綺麗にしてないと。いつどこの誰かが来ると、いけないから、そういった命日の後には、そのお花とか、それを前の日にも、刺しやすいように、タイミング見て、やりやすいように、ずっとお墓の番をしないといけないですよ。で、まあ、クリスマスってね、言ってもクリスマスって、まあ、お子さんがいるところだと、まあね、なんか、いろいろさせられますわね。で、やっぱり、12月が本当に忙しい。お歳暮、同じですね。だから、お中元よりお歳暮のが、規模が大きいんで、大変なんで、本当に、日にちもありますし、どういうものをどこにどんだけ送ったらいいかっていうことと、年末のお正月、そういうようなことに向けて、大変な準備、大掃除。本当に毎日のように掃除はしてますが、そこまでしなくてもいいっていうような家具やら全部どかしたり、本当にもう大変な勢いで掃除はしますね。それで、正月の締め縄だとか飾り物をして、で、お正月になるとお年玉ももらいましたね。なんか大人になってお年玉って妙に嬉しかったような記憶がありますね。まあ、基本ここが本線であって、日本の伝統文化のことを普通にやっていってる。でもこれが本来はどこの家庭も数十年数百年前は皆さんがやっていた、皆さん普通の一般の家庭でやっていたことを、ただこの反社会と言われる暴力団ヤクザの人たちだけが延々とやっているっていうことで、一般の家庭ではほとんど見受けられませんね。そういったことをやっていっているっていうことは不思議でなりません。